レオ・フィリップ・カダノフは、アメリカ合衆国の物理学者、シカゴ大学の物理学教授、アメリカ物理学会会長、統計物理学、カオス理論、物性物理学の理論の分野で貢献している。ニューヨーク市出身、ハーバード大学で物理学の学士号、博士号を取得した。カダノフは、コッペンハーゲンのニールス・ボーア研究所で、 コスドク研究を行った後、1965年にイリノイ大学物理学部に移った。カダノフは当時は超伝導の研究を行っていた。1960年代後半、相手移中の物質の組織の構造を研究し、磁石の磁化や液体の沸騰などといった相手二現象は、繰り込み群の考え方で理解できることを示した。カダノフらは、 すべての二次相転位のデータをこの二つの考えで説明した。この同じ考えは現在では広い範囲の科学的、工学的問題に当てはめられており、都市計画、コンピュータ科学、流体力学、生物学、応用数学、地球物理学などに適用されている。1969年に彼はブラウン大学に移籍した。そこで個体状態の物質と、 都市成長の数学的類似性を発見し、ロードアイランド州の都市計画プログラムに大きく貢献した。1968年にシカゴ大学に移り、物理学と数学を教えた。ここでは、数学と流体系におけるカオス理論の研究等に従事した。カダノフは1982年のノーベル、物理学賞候補にノミネートされ、 オハイオ州立大学のケネス・ウィルソンとの共同受賞が有力とみられたが、結局ウィルソン単独での受賞となった。彼は全米科学アカデミー、アメリカ芸術科学アカデミー、アメリカ哲学学会のメンバーであり、アメリカ物理学会、アメリカ科学振興協会のフェローである。彼がゴーオードン・ベームと共に表した教科書アンタム・スタティスティカル・メカニクスはこの分野の突出した名著で、 広く翻訳されている。彼は、レオイラクリオティスと共に、シカゴ大学にセンター法プレゼンテーションオブサイエンスを設立した。2015年10月26日、病気による合併症のため死去。その他、シカゴ大学から優秀な授業に対して与えられる、クアントレル賞、ハーバード大学から100年記念賞、フランス科学アカデミーから、 最高金賞を受賞した。ありがとうございます。